いや、これ興奮すんね。うん。うん。うん。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量でーす。今回は、今回は、恋愛映画が大好きに、そして BL 漫画が大好きな僕が紹介する BL の世界についてお話ししたいと思いまーす。そんな語れるの ?BL の世界。BL 漫画の世界。僕は映画もそうだし、うん、まあ漫画もそうなんですけども、うん、恋愛映画大好きで、うん、ボーイズラブの漫画とかも結構読んだりするんですけど、うん、一方彼はあんまり読む機会がないので、うん、じゃあ果たしてね、僕らリアルなゲイカップルがそれを見て共感できるのかとか、うん、ここはこれで合ってるのかみたいのは、うんうん、リアリティがあるのかどうか、そう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 っていうのをちょっと初めて見てもらう人に、うん、確認してもらおうと思って、で家に何本かね本を持ってるんですけど、うん、うん、それをちょっと翔ちゃんおすすめセレクト、うん、どうぞ、はい、持ってきました、はい、あれなちょっと結構投資とかもさうんうんうん、際どいやつとかも多かったりするから YouTube のね画面にはちょっとあんま見せれないんだけども、こっちではね、うん、見れるのでじゃあ見てもらおうかなと思います。終了。俺ね、そもそも、うん、漫画本とかも読まないの、ほとんど。ああ、そっか。そうそう。本自体をね、あんまり読む習慣がなくて、うん、だからね、こういうのもね、見たことない。どっちがおすすめ？今、手元に2冊あるんですけど、1個はね、美少年系の、ちょっとセクシーな表紙のやつ。で、もう1個はね、なんか大人の恋愛って感じの本と2冊ある。どっちがおすすめ？じゃあ。あ、こっちね。うん、表紙がセクシーな方ね。うん、だってさ、うん、言っていいの？ゴム加えてんもんね。ひょうにょう。じゃあ、見てみるよ、うん。読んでいきたいと思います。はい。はいはいはい。はい。というわけで、ちょっと一通りパラパラと見終わったんですけれども、うん、まあ、率直な感想。うん、多分、うん、女性の方が見る本じゃない、うん、きっと、うん、BL 本で、はいはいはい。だから、うん、そういう絡みのシーンとかもあるんだけど、どちらかといえば結構綺麗に書いてあるよね。絵とか、シチュエーションとか、流れとかがすごいなんか綺麗。うんうん、うん。なんかちょっとさらってしてる感じ。あと俺が思うのは、うん、イケメンしかいない。そう、イケメンしかいないし、周りもゲイばっかりみたいな。ああ。気づいたな、みたいな。なかなかそれは多分、日常にはないかなとは思いますね。いろんな話があるんだけど、うん、シチュエーションがさ、ゲイの人と、うん、ノンケの人の恋愛みたいな、はいはいはい、話じゃん、うん。現実で考えるとそうそうないよね、多分。あるのはあるかもしれないけど、こんな綺麗なさ、惹かれ合ってみたいな。うんうん、なかなか現実ではないのかなって感じはする。でもなんかね、面白い。映画見てるみたい。え、こっちも読んだ方がいい。うん、じゃあ、もう一冊も読んでみたいと思います。うん、終了。かっこいいよ。ん？何？ BL 読んで、ニヤニヤしてるからさ。はい、内容入りましたよ。ほうほうはい、どう？こっちはね、うん、なんていうのかな。もうちょっとリアルな感じ。あ、はい、はいはいはい。内容が。なんか、こっちの方は、うんうん、まあ、そういう本に比べて、ストーリー性がすごいなんかしっかりしてるっていうか、なんかその主人公たちの心情がすごいなんか、葛藤とかなんかそういうのがすごい書かれてる感じ。なんかただ、いやらしいさ、そのシーンだけをなんかピックアップしてるだけじゃなくて、なんかその間のさ、感情とかさ、そういうのもちゃんと書かれてる感じがする。だからさ、なんかその女性の方とかが見やすいのかもね、ちゃんとした物語になってるから。あー、それはあると思うな、うん、出会いがあって、うん、なんで付き合うことになったとかさ、うん、なんか深いね。そうだね、うん、まあ、そもそもさ、なんで見るようになったの？なんだろうな、その BL 映画とか あると思うんだけど、うん、結構分かれると思うの。ストーリー重視な映画なのか、うん、それかお布団の中のシーンが多い映画とか分かれてて、うんうん、俺はどっちかっていうとストーリーがある方がいいなぁと思ってて。なるほどね、うん。非現実な世界なんだけど、うん、なんかストーリーがしっかりしてて、うん、なんかその主人公たちの情とか心の動きとかもわかるから、うん、のめり込みやすいよね、うんうんうん。まあ見てさ、欲求を満たすだけの本とかだと違ってね。うんうんうん、
だからまあ、そういうところがいいって感じでしょ。そうだね。うん。どっちが好き？こっちの方が、俺は好きかな。俺もこっちなんだ。うん。うん、あの、絵もあると思う。ああ、そうだね。絵はこっちのあの、うんうん、セクシーって最初に言った方が、絵は好き。確かに。うん。あと、描写もこっちの方が、好きかも。これさ、書いてもいるんだ。ああ。でもさ、この本さ、うん、見せられはしないけどさ、うん、結構もう形、ほら、ね、そのまま書いてあるよね。うん、いいの？絵だからね、そうなんじゃない？いや、これ、興奮すんね。うん。うん、うん、ひょにょ。かっけえ。かっけえな。肌綺麗だわ。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。まずね、この、何言っていいのかな。何何。すっぽり入りません、この。わかんないよ。わかんない。そういうのはわかんないけど。まあ、その、見てる方にお任せします。そうそう、ね。どこをどういう風にすっぽり入んないのかわかんないけど、すっぽり入りません、こんな多分。終了。いい顔してるわ。ほんと？で、やっぱ、あれだよね。男女受けするよね、やっぱ、主人公って。多分、男にもモテるし、うん、女の子にもモテるみたいな人多いよ。それは何？設定の話？顔？あ、見た目の話？あ、まあ、設定もそうです。すべて、すべて、すべて。やっぱり。やっぱりすべてじゃなきゃ、やっぱそりゃ主人公張れないよね。あこれとかやば。やばいよ、これ。何がやばいの？鳴らしてないんからさ。終了。いやーいいね、なんかもうねキュンキュンするんよ、毎回。もしさあれなんか送ってくれたら嬉しいかもしれない漫画をおい携帯陣なよ終わり終わり、ね、もういいかな、こっち来て、うん、はい、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思いまーす。どうでしたか BL の世界、ぜひ足を踏み入れてはいかがでしょうか。うん、まあ面白かった、面白かった、うん、うん、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います、はい、思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。